ぽいぽです。サイレン頑張ってやっていきます。アーカイブまた見れるものがあると思うので見てみようと思います。30までは見たので、この31、ここは拾い損ねた雑誌ですね、ありません。でこの32、メリッサ・ゲール、ジョイリック・ウルトラ・ネットワーク・キング、これゲームっぽいですね。1975年、米国の電子、玩具おもちゃメーカージョイリンクの発売したネットワークキングは、当初想定したサラリーマン層のみならず主婦や子供の間にまでブームが普及し、記録的なヒット商品となった。でも全然売れなかったみたいです。はいはい、さやが聖子の絵日記、あ気になる。さやが聖子、前回の最後のムービーで、流れてた、さやが聖子、さやが先生が過去の夢を見てたんですね。ちょっとこれを6月20日金曜日、新しい名前はさやが聖子、もう僕は三田村聖子じゃない、新しいお父さんとお母さんは笑ったり抱っこしてくれたりしない、いつも怖い顔している。右のですね、右のページのですね、なんか真っ黒、6月21日土曜日、今日は僕のお誕生日だ、でも新しいお父さんとお母さんは僕のお誕生日会をしてくれない、ホットケーキも作ってくれない、僕の名前も変わったしお誕生日も変わったみたい。何の絵だろう、なんか何だろう、真ん中のはケーキではないんですよ。もうお父さんとお母さんが何だろう、なんか儀式的なことしてんのかな、ちょっと絵が見づらくて。勇敢、昭和27年5月30日、あ、ちょっと待って、さっきの6月20日、その1ヶ月ぐらい前のですかね、ちょっと何年かはさっきの分かんないですけど、乗用車崖下へ転落、夫婦2名が死亡。消防が車内から羽生田村在住の三田村秀子さんと妻の久美子さんを救出して病院へ運んだが、2人は頭などを強く打っており、搬送先の病院で死亡が確認された。さやが先生の両親ですね。現場は見通しのいい一本道であり、ブレーキ口はなかった。当時近隣には落雷注意報が出ており、落雷に驚いた三田村さんがハンドルを切り損ねた可能性もあるとみて調べを進めている。なんだかこれはちょっと、っていうかどういうことですかね、このご両親がその変わったっていうのが、またこれなんだよ、誰ですかね、この怖いお父さんとお母さんって。謎、やっぱり謎ですね。ということで続きをやっていきます。エピソード9やっていきます。Bella, hurry, get in! Get away from her, you son of a bitch! I'm holding you responsible! Hey, chill out, alright? And how is this my fault? Bella, hold on! Start, goddammit, come on! I don't remember anyone forcing you to bring her along!Damn it! Bella, come on!
るよ、ボタンの苦手な見り下げる、またママと娘ですね、ベラボンローの脱出が終了条件となってます。あ、頑張ります。はい、 Hello? Is anybody in there? Please, somebody! Mommy, where's Daddy? Isn't Daddy gonna come and save us? Even if Daddy isn't here, Mommy will protect you, okay? We have to find a way out of here.怖いっすね。まずなんかちょっと間にアーカイブ取得があるらしく、なんかちょっと面倒なこう攻略の方を見るとちょっと面倒になってますみたいなことが書いてあります。ちょっとアーカイブはいいから早くクリアしたいんですけど、まず目的がカロアリ西地区へ到達。上が東、下の方ですね。石で、小目的、まずやっぱり武器ですね。武器の入手、でカルアリ東地区へ、今いるとこじゃなくて到達で鉄の扉を抜けるとあります。まだ下もあるのかな。あ、でこの今ちょっと赤く光った、あ、これこのちらっと真ん中に赤い光が、これってさっきの死人がいるってことかな、違うかな。やーだーいや、いやです行きたくない。まず狙撃手が出てくる。鉄の扉付近、どこだっけ、鉄の扉気にいる、死人の死体をジャックしておけと。ジャックしておけ。これで見ればいいのかな？どこだろう？ちょっとぐるーっと。あ、いたいた！二人いた！でも暗くてわかんない。え？手見てる、手見てるこれ扉ですね、鉄の扉。そしてどうすんの一人は手見て、一人は鉄の扉見てますけど本当にずっと手だけ見ててくれたらいいんですけど、そういうわけにもいかないですよね。まず、あ、東ってそっちか。北に移動して、狙撃手が燃料置き場の方を見ていないのを確認しろ。北、え？北の燃料置き場？逆側？逆側ですね。よくわからない、やっぱり。こっちの方に来て、で燃料置き場、狙撃者がいるのか、こっち側は。視界をジャック、どこ、狙撃手はどこ、もしかして雑賀先生かな、今度こそ。え、難しい、難しい、わかんない。ちょっとしゃがもう、しゃがもう、来てる来てる。今これもうちょっとで燃料置き場来てますよ。来ちゃってる。どこにいるんだろう。まず武器が欲しい。武器がないと本当ダメ、絶対にダメですからね。ああ、こっちを見てないのを確認する。どこよ、いないよ。あ、うん、あ、いたいた。でもどこ見てるかわかんない。あ、いたいた。
雑賀先生じゃない。今見てんのかな、こっち。わかんないな、これ。次どっち向く？ずっと見てるけど、この向きがどっちなのかがわかんない。あ、映った。いや、さっきの時行けばよかったんだ。待って、あ、今じゃん。多分間違った。多分今じゃん。じゃないから見つかった。いや、見つかっちゃいましたね。やばい。うまくできない。武器どこにあるの？周辺に落ち、あ、今一瞬出ましたよね。一瞬何かが出た。ちょっと待って。あ、やった。あったちょっと待って。上がんないでまだ。もう操作もできないし、とりあえず燃料置き場にベラを隠しておけと。ここですよね。待って、ちょっともう一回降りよう。はい、降りた。違う。ママ降りて。やばい。違うから。あ、いいよ、そこにいて。違うんです。私がしたいのは、この燃料置き場にベラを隠したいんです。でも上がっちゃうもん。あ、ここで違う、出ない、隠れるなんて出ない。もうやだ、もうやだ。どんだけ上がったり降りたり。ここに隠すんじゃないの？違う、あ、待てでいいのかな。ここで待ってて。あ、そこで待つ。ちょっと丸見え。待ってよ。うまくできない。待って、本当にやだ。燃料置き場ですよね、ここ。いいかな、もう。燃料置き場に隠しておけと出てるんですけど、とりあえずいっか。とりあえずここで待っててもらって、ベラやっぱ倒されたらゲームオーバーかな。で、燃料置き場の脇を調べてみる。脇調べる。あ、なんかある。あ、携帯電話。 What's happening?びっくりした。 What'd you do that, mommy? やばい。もうポーズするし。ちょっと待って。銃声、思いっきりびっくりしました。で、今、見つかったのが狙撃手ですね。ちょっと落ち着こう。やばい、もうすでにもうこの時点でまだ死人に会ってないのにやばいです。狙撃手が宮古の墓の方へ移動したら、納屋方面、どこ納屋、あ、そっち側だに移動しろ。宮古の墓がどこ、まず宮古の墓がどこ、わかんない。宮古の墓って、もう覚えてない。そんなの。やばいな、これ。とりあえず、でも逆方向やってみよう。それジャックしても。やばいっすー。いやー。もう行ってしまおう。ね、行ってしまおうよ。もう。やばい。もう撃たないで。逃げちゃおう。これ走れないのかな。あ、逃げ切れた。ちょっと無理やりですけど、まあ、ベラはそこにいてもらって。ちょっと丸見えでしたけど、先生ナヤの方に向かってます。あ、待って、途中のドラム缶あたりで待機しろと。
え？いやーでもなー、多分この先納屋の方にもいるのかな、死人。ちょっとし、じゃあ視界ジャックを、視界ジャックで、あ、いたいた。これいけんのかな、いまいちそのどっち見てるっていうのが、これかな、緑か青に光るのかな、こっち見たら。あーい、あーい、うん、今ダメですね、怖いよー。あれ、やばい、大丈夫かな、これ行っていいのかな。あ、もう怖くて動けない。あ、オッケーオッケー、間違った。あ、やばい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 、ちょっとやばい、逃げて逃げて、うん、こっち来て、はいはいはい、来た来た、やばい、うっそー、やっ、うわー、ごめんごめん、ペラごめん、だってどうやって隠してるかわかんないですけど。 Hello? Is anybody in there? Please, somebody! Mommy, where's Daddy? Isn't Daddy gonna come and save us? ムービーとか飛ばしてくれないんだ。 Mommy will protect you, okay? いや、今度こそですよ、今度こそ。あ、難しい、難しいっす。とりあえずこっち、こっちですね。すいません、下ります。こっちで、ここで、あの視界ジャックですよ視界ジャックですよ、狙撃手、そうそう、狙撃手の視界をジャックする。ん、どこ、あれ、あ、いた。あー、なんかいっぱいいて分かんないよ。これあっち側の死人じゃないかな。あ、これ違う。狙撃手どこ？もう分かりづらい。これ狙撃手？狙撃手？あ、狙撃手だ、多分。あ、違うっぽい。いや、多分男性ですもんね、狙撃手。今のはさっきのだな。本当に分からない。やばい。だってこのまま降りたらまた見つかっちゃうよ。あ、ここが、ね、燃料置き場ですよ。この下。ここを降りる前に、視界ジャック。どこ？狙撃手どこ？いや、全然わかんない。もう画面も暗くて。あ！あ！これ違う。この鎌じゃないもん。銃だもん。いや、ダメだな。もう一個、もう一個降りないとダメかな。ここで、あれ？ノコギリ。かな、狙撃手。本当にちょっとわからない。まあまあいいや、ちょっと狙撃手の前にペラを隠そう。あ、こっちがいい。違う、待てちゃダメなんですね。難しい。隠れろ、できたー、出た。あ、上で言わなきゃダメなんだ。さっきのは拾ったままかな、さっきの携帯電話。あ、もう拾ってあるから。どこにいんだろう、ペラ。ちゃんとうまく隠れてんでしょうね。で、狙撃手、いい加減ちょっと狙撃手、これは違うもんね。これど、誰、これ誰、違うっぽい。狙撃手いなくなった、いなくなるとこあんのかな。もう行っちゃいますね。ダメ、来ちゃダメ。あ、待って待って待って、
あーやばいやばい、もうここで、なんで、もうわかんない、この向きが暗すぎて、でも多分今さっきね見つかったから、ちょっとだけ時間を置けばそっち向くかな。そっち向くかな。行ってしまえ。いい感じ。いい感じっす。そして今度は納屋の方のさっきの死人の視界をジャックして、今だ。あ、やばい。いや武器あるから大丈夫。オッケー。あ、ちょっと早く武器、ちょっと待って、ちょっと振り向いてから、違う、うまくできない、このいや、オッケー。あ、下にもいる、どうしよう、ちょっと待って、うわ怖い。でも一人倒したので、でも付近の死人を倒しておくって、二人倒すのかなこれで。納屋の、あ、納屋に行くにはどうしたらいいんだろう、戻るのかなこれ。納屋のところを調べないといけないんですよ。しゃがんで、こっち側だ。あ、走ってきた、負けない、もう一回。あ、オッケー、強い。そして脇って、この辺じゃなくて、なんかあるはず。あ、開ける、いや怖い、開けるの怖い。なんか脇を調べろと、中、真っ暗、ライトないんですよ。ここにね、間違ってベラ呼んだら大変なことになる。え、なんもない、なんもなくていいのかな。あれかな、さっき拾った携帯電話のことかな。こっちにあるかもよ、的なことかもしれないですね。何のために来たんだろう。狙撃手が燃料基場の方に移動したら、西側の壁沿い、鉄の扉、西側の左側の壁沿い、あー、わかんない。やばい。移動して鉄の扉にとりあえず向かう。まっすぐ行っていいかな。あ、小目的、鉄の扉を抜けるになりましたね。もう見えない。あ、いた、なんかいた。倒すよ。あ、振り向いた、また。うわ、ちょっと田植えしてたっぽい。あ、登んない、違う、登りたいんですけど。あ、登った。これ来てんのかな、ちゃんと。違う、全然違う。ちょっと壁に向かってる。いや、でもとりあえず狙撃手には合わないので大丈夫かなと。あれ、あれれ、ここ登る、あ、登る、こっち、あ、やばい、狙撃手っぽい。あ、やばい、
使ってる。やばいやばいやばい、あ、やばいやばい、お願いお願いお願い、見逃して、お願いお願い、オッケー超無理あり。あ、来たよ店の扉。でもベラどこ、待って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 、ちょっと視界ジャック、視界ジャック、視界、あれ、それです、それですよね、鉄の扉すぐ右。でもあ、来た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 、えい、違う、あ、二人いる、うっそ、あ、ちょっと待って、あ、待って待って、あ、無理だよ、無理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 、ちょっと無理無理、もうもうな、二人なんか無理に決まってるじゃん、違う違う、あ、あ、死人同士倒れた、オッケー、もう一回、あ、オッケー、あ、よかった、うわー、ママ強い、Don't screw with me. うわー、絶対無理だと思いました。とりあえず鉄の扉抜けて、目的がトボリ方面の道へ脱出になってますが、その前にきっとね、ベラーを連れてこないと、朽木を倒して橋を作る。なるほど。あ、なるほどね。この先の、ここで、そうすれば、燃料置き場、近い、確かに。そういうことかな？違うかな？うん。なんや、来て、鉄の扉来て、え？ベラと合流？ベラと合流。ベラのとこ戻るの？戻るにはどうしたらいいんだろう。戻る？これは進んでますもんね。とりあえずこのまま行ってみましょう。結構段差が、だんだん畑みたいな。戻るのじゃあ。置いていくわけにはいかないって出ちゃいました。戻るの？これ嘘なんでこっちまで来たんだろう。じゃあ道を間違えてる。待って、嘘、行けないんだこっちからは。そんなそんなベラを引き上げる？え？ベラいるの？いない、いないですよね。ちょっと待って。なんで今こんなサインが出るんでしょう。燃料置き場、全然逆。まただって猟銃持ったのがいるじゃん。どこだっけ？あ、来てる。あ、なんかちゃんと戻れましたね、最初のところに。このまま行けばベラを隠したところに来い。Follow me. 聞こえた？聞こえない？ Follow me. 聞こえない。この辺は？ Follow me. あー、来たベラ？ベラ？ベラ？ I can't do it by myself. OK。 はい、じゃあ引き上げるから、ママが。 Help me up. はい、どうやればいいの？これ。あ、OK、出た。よし。Thank you. よし、こっちどっちだっけ、こっち、
多分ね、戻れば。あ、ここもじゃあ引き上げる。ここも引き上げる。もう操作がうまくできない。 Help me up。 よし、来た。 Thank you。 かわいいですけど。 Thank you。 I hate this place。 いや、私も嫌だけど。あ、やばい、やばい、まだ生き返ってる。うっそうっそ、さっき倒したのばっかり。あー、だ、もう2回目だから、2回目だから大丈夫。まあまあ、まあまあ頑張ろう。頑張って。 Are we okay now? もうね、まあまあ強すぎ。で、このまま、すみません、ちょっと長くなってるかな。ちょっとあそこまで行きたい。もうサクサクと来てる、来てる、あ、来てる来てる。よーし、あ、来てる来てる。あ、Oh, mommy, I can't get my foot out. You have to keep trying, Bella. Don't worry, honey. Mommy's gonna protect you.歴史人出てきました。すいません、一旦ここで、切ろうと思います。すいません、こんなところで、ということで次も頑張ります。エポエポでした。